こんにちは、派手部屋看板娘のケッチンです。本日は世界的大人気カードゲームマジック・ザ・ギャザリングについて1分間で解説したいと思います。マジック・ザ・ギャザリングは1993年に発売された世界初のトレーディングカードゲームです。もうすぐ25周年を迎え、最もよく遊ばれている TCG としてギネスブックにも載っているほど世界中で遊ばれています。相手の20あるライフを20に下方が勝ちというシンプルなルールですが、賞金制の大会もありプロも存在するほど奥が深いゲームなんです。そして9月には新セットキサランの発売も控えています。マジックが新しい環境へと大きく変化するタイミングで、これから始める人もこれまで遊んでいた人も一緒に楽しむことができます。そう、今がマジックを始める絶好のタイミング。今こそあなたもマジックを始めてみませんか？以上、ケッチンでした。ありがとうございました。